そういった情報を、まあ、徹底的に調べるっていうところをまずやっていただきたいです。中小企業の特に製造業の方が取り組む方法として、売るためにどうするのかという視点で考えていくということがすごく大切です。こんにちは、テクノポートの徳山です。今回は海外市場調査の進め方というのをテーマに動画をお届けしたいと思います。ゲストには前回もご出演いただきましたグローカルソリューションズジャパンの深野さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、深野です。よろしくお願いします。海外の販路開拓が専門としております。よろしくお願いします。早速本題の方に入っていきたいと思います。深野さん、前回の動画で海外進出を行う際はまずはじめに海外市場調査を行うべきとお話をされていたと思うんですけれども、まずですね、なぜ市場調査を行う必要があるのかについて教えていただけますでしょうか。すごく大切なのが、なぜそのマーケットで売れる可能性が高いのかという根拠となる情報を集めるということがすごく大切になってきます。具体的な事例を申し上げますと、ベトナムに販路開拓をしたいです。で、根拠は何ですかって聞くと、社長がベトナムって決めたからですというお話だったんですよね。その社長がどういうことをおっしゃってたかずっと聞いていくと、ベトナムに進出している日本企業今すごい増えてるからチャンスがあるはずだと、知り合いの社長も最近現地に工場出したし、射出成型機がすごい売れてると。話聞いていくと、その会社は射出成型機は全く関係ないということが私は聞いててわかるわけですよね。ってことは、社長が、まあ、いけるんじゃないかという直感でなんとなく進出先を決めて相談をいただいたということがありました。で、ところがその会社が海外で売れているマーケット、中国ですとか台湾、韓国で実績があって、その実績のある業界というのが割とハイテクな業界が多くて、まだベトナムには早いなというような業界に対して実績があるというお話を伺って、そもそもベトナムというのが正しいマーケットなんでしょうかというところから話をしなければいけなかったということがありました。そもそも市場調査をしないで販路開拓先を決めてしまう、進出先を決めてしまう、例えば技能実習生でベトナム人がいるから、そのベトナム人を現地で動いてもらえばうまくいくんじゃないかということで、先に会社を現地で作ってしまって後からどうするかと考えるところでご相談いただくという例が割と少なくないんですよね。会社向こうで作ってしまうともう戻れないということが起きてしまうので、そういった失敗が起きないように市場調査を先にするということがすごく大切です。なんとなくのイメージですとか噂を信じて進出先を決めてしまうという企業さんが意外と多いっていう。多いですね。例えば B2C の業界ですと、ドバイってどうなんですかとか聞かれることあるんですけど、マーケットとしてはそんな大きくないんですよね。でもなんとなく世間の評判とかメディアの話とかを聞いて取って、まあ、いいんじゃないかと思って、まず、まあ、行動するのは僕は素晴らしいことだと思うんですが、ちゃんと最低限の市場調査をした方がいいですね。わかりました。国内と違って海外だと失敗したらなかなか後戻りができないので、簡単に進出先を決めないっていうところが大事っていうことですね。おっしゃる通りですね。わかりました。ありがとうございます。一般的に市場調査というとどういった手法があるのかっていうところについて教えていただけますでしょうか。まず一般的に誰でも費用をかけずにできる方法というのがインターネット調査というものがあります。代表的なところでジェトロさんが情報を公開してくれています。非常にいろいろな調査をされて、そこから取れる情報もたくさんありますし、海外のさまざまな現地のニュースを日本語に訳して要約して公開しているデータもたくさんあります。こういった情報を、まあ、徹底的に調べるっていうところをまずやっていただきたいです。進出先の国の全体の概況っていうのはジェトロさんのだけでもまとまった情報が取れるんですよね。そこから入っていただくというのがまず最初の方法として必ずやっていただきたいです。ほとんどの方がここまではやられるんですが、次のステップとして現地の行政関係の統計データが出ているサイトを見られるというのも非常に有効な方法になります。特に先進国の場合、先日ドイツの市場調査を行いましたが、日本でいうところ厚生労働省に当たるようなウェブサイトの統計でまとめられた情報があります。そういったところから情報が取れるということもありますし、あるいは業界団体ですよね。例えば医療機関の業界団体が公開している情報ですね。そういった情報から得られるものもあります。で、例えば健康食品の業界を調べようと思ったら、東南アジアの国々にそれぞれ業界団体があります。そこの業界団体にどんな
欧米系の企業が会員になってるのかとか、そういったところからも取れる情報ってたくさんありますし、意外と業界団体を調べるというのは非常に多くの情報が取れます。業界団体に海外の企業が入ってるということは現地に進出して販売をしてるわけなんで、じゃあその企業が何してるのかって調べていくことができますよね。さらに競合メーカーを扱っている販売店をネット検索するというのも非常に多くの情報が取れます。自分の業界の製品を日本、韓国、ないしは欧米から輸入して現地で販売しているような会社ですね、これらの会社のキーワードで検索していけますので、商品名と国名と地域を入れてディストリビューターとかってこう入れていくと出てくるので、そういった企業をリストアップしながら、どんな会社があるのか、どんな業界に販売しているのかなっていうのをまず公開されている情報から調べていくってことが非常に効果的です。さらに私がすごくお勧めしているのが、特に欧米系の企業を検索する場合に、現地に進出すでにしているような企業とか、現地にディストリビューターを持っているような企業を調べる場合なんですが、 YouTube で検索するというのはすごく効果的です。で、 YouTube で製品のプレゼンテーションを全部公開している会社もありますね。場合によっては CEO がプレゼンテーションしている、いかにその製品が優れている、業界のどんな課題を解決するかみたいな話までしているような動画を公開していたりしますので、そうすると競合の動向とか、どういうマーケットを攻めているのか、じゃあその見つけた会社がどこの地域に販売店を持っているのかというのは、その会社の製品名だとか国名地域を指定していけば、だんだん芋づる式に出てくるわけですね。そういった形で取れる情報っていうのは結構たくさんあります。市場調査というと市場規模とかマクロ的な情報をイメージしがちなんですけど、現地のお客さんがどういうニーズを持ってるかとか、どういう販売店とつながってるかとか、そういったミクロな情報にまでこだわって情報を収集していく必要があるという感じですかね。もちろん海外の市場規模を知るというのは市場調査の目的としては非常に重要なことではあるんですが、我々中小企業がマーケットに入っていくときに、マーケットがすごく大きいかよりも、マーケットに参入の余地があるか、あるいは大手企業が手をつけないような我々が手間をかけて取り組むことによって取れる市場があるのかどうかという視点を持つことがすごく大切になってきます。なるほど、分かりました。次に中小企業が市場調査を進めていく上で深野さんのおすすめの方法があると思いますので、はい、詳しく教えていただけますでしょうか。市場調査の細かい方法を話していくと、たくさんいろんな手法があるんですが、中小企業の特に製造業の方が取り組む方法として、売るためにどうするのかという視点で考えていくということがすごく大切です。まず事前にやっておくべきことがあるんですが、特に歴史の長い会社ほどこれができてないケースが非常に多いんですが、自分たちの国内のお客様が何を評価しているのかっていうのを先に調べていただきたいんですね。特に自社の顧客でずっと継続して買ってくれるお客様が何を評価して買ってくれているのか、これを購買部ですとか現場の担当者に聞くことがすごく大事です。それだけではなくて、継続的に自社を使ってくれている理由を見つけるということと、さらにここ数年で既存の他社からスイッチして自社に切り替えた企業が何を根拠にひっくり返してくれたのか、その時に担当者の決め手となったことは何かということをしっかりとリサーチして、自社の強みを改めてしっかり特定するという、そこのリサーチをまず先にやるということが大切です。なぜかというと、自社の強みというのは中小企業にはたくさんはないわけですよね。その同じ強みで海外で勝負するということが絶対条件として必要なんですが、そこの軸がないまま海外を調査し出すゴールのない状況でさまようような状況になってしまうんですよね。着地点がわからないまま市場調査をするっていうのは非常に効率が悪くなってきます。最初の段階でまず自社の国内での強み、お客様から評価されている強みっていうのをしっかりとリサーチして、そのお客様に近しいお客様は海外のどこにいるのかっていう視点で市場調査を始めるということがすごく大事です。たくさんの事業とか製品をお持ちの企業さんだと、あれもこれも全部 PR したいっていうふうに思いがちだと思うんですけど、はい、そこは一番自信がある分野に絞って、そこだけでまず勝負していくっていうことが大事という感じですかね。例えば日本国内で自社の直接のサービス網が優れているから評価しているという評価は、海外に行った瞬間評価対象にならないんですよね。例えば大手さんの工場のすぐ近く、車で30分以内に行けるところに自分たちの工場がありますと、それは海外では評価対象にならないっていうふうに考えなきゃいけないわけですね。そういった中で国内での強みの部分と、それが海外で活かせる部分をちゃんと整理整頓して、ここで勝負するっていうのを決めるっていうことがすごく大事ですね。
その視点でちゃんとゴール設定をしてから海外の市場調査を始めるということがすごく大事になってきます。そういう意味ではウェブサイトも日本語のサイトをそのまま英語化して全ての事業とか製品とか紹介しちゃってる会社が多いですけど、はい、ウェブサイトに載せる情報に関しても海外でちゃんと受けるものに絞って掲載していった方が効率的という感じなんですね、はい、まさにその通りですね。私がまだ経験浅いメーカー時代に何をしてたかというと、全くやってたことは一緒で、日本国内で評価されているお客様っていうのを業界ごとにリストアップしていきます。で、大事なのは国内の実績をもとにしてどこをターゲットにして海外進出するのか、海外に販路を作っていくのかっていうのをある程度最初に方針を固めるということが大事です。